おはようございます。一件あります。本日、パリ協定の締結につき、国会承認を求める閣議決定を行いました。今後、国会で速やかなご承認をいただけるよう全力を尽くしていきたいと考えています。以上です。はい、代表のフジテレビの、はい、北朝鮮の労働党71周年に合わせて、うん、はい、ミサイル発射や核実験などの挑発行為があると見られている、うん、その独自制裁などは手控えるような動きがあったんですけれども、今回独自制裁を手控える、独自制裁とか国連安保理の制裁決議に関して様子見が続いていたかと思うんですけれども、今回そういう動きというか、そういう記念日っていうのが過ぎた中で、日本として独自制裁を発令していくメドとかっていうのは立ってるんでしょうか。まず北朝鮮の情勢については、引き続き重大な関心を持って情報収集分析に当たっています。具体的な詳細は控えなければなりませんが、引き続き情報収集分析そして警戒監視に努めていきたいと思っています。そして国連安保理の動き、そして各国の独自のこの制裁の動きについては、引き続き議論が行われています。タイミング等についてはこれは各国の動き等を見ながら、それぞれ最も効果的なタイミングを探っていくということになると思います。ぜひ引き続きまして、北朝鮮に対して、しっかりとしたメッセージを発するためにも、努力を続けていきたい、このように考えます。話題が変わって、はい、北方領土に関してなんですけれども、岸副大臣が、その北方四島原則としての四島一括返還という従来の、立場にこだわらず、幅広く、幅広いオプションの中で解決策を見出していくということで、2島先行返還ということも視野に入れたような発言をされたんですけれども、これに対して受け止めと、ですね、ご指摘の岸田副大臣の発言については、一般論としてこの立場の隔たりがある中での交渉において、この幅広いこのオプションの中で議論をしていく、これはこうした当然のことを発言したんだというふうに受け止めています。我が国の基本的な方針は全く変わっていません。北方四島は我が国固有の領土であり、四島の問題を解決して平和条約を締結していく、この基本的な方針は全く変わっていないと考えます。日本と一括返還にこだわらない、我が国の方針は変わっていないということを申し上げています。そして岸副大臣の発言については一般論として当然のことを発言したんだというふうに受け止めています。はい、すみません大臣、外交の話ではないんですけど、二階幹事長が、次期衆院選に向けて、長崎幸太郎議員と小泉龍司議員を復党させる考えを示しています、宏池会の会長として、次期衆院選に向けての公認の問題も絡んでくるかと思うんですけども、どのように受け止めていらっしゃいますか。具体的なその議員の、その取り扱いについては、幹事長のところで今さまざまな議論が行われているんだと、考えます。ただ具体的な手続き等は何も聞いておりませんので、さまざまな動き、引き続き、注視をしていきたい、このように思います。はい、ありがとうございました。